お盆の帰省ラッシュがピークを迎えています。東京駅や羽田空港などふるさとへ向かう人たちの混雑は明日まで続きそうです。都営バスの運転手が走行中に意識不明に陥り死亡しました。バスは上り坂で止まったため乗客に怪我はありませんでした。夏の高校野球、西東京代表日大三高が今日の第一試合に登場。しかし残念ながら初戦は飾れず、現地から川俣記者がリポートします。こんばんは。時刻は午後6時を回りました。さて、お盆休みの期間中の今日も日中はよく晴れて33度9分まで気温が上がりました。お知らせを挟んでは帰省ラッシュの模様からお伝えいたします。カーウォッシュ&ワックス、一台一台手作業であなたの車を隅々まできれいに仕上げます。ショッピングやご飲食の合間にお気軽にお申し付けください。帝国ホテル駐車場2階で営業中。どうやったら生き物の邪魔をしないで物を作っていけるか、その答えを探しているところです。そこが幸せな場所であり続けるために、鹿島です。お気に入りの映画、そして素敵な人たちとの出会い、 DHC プレゼンツシネマラウンジ、今日お迎えするお客様はこの方です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。このラウンジではお気に入りの一本の映画をゲストの方に選んでいただいて、楽しいおしゃべりをお届けしています。皆様のお越しをお待ちしています。では初めに、お盆休みの帰省ラッシュが今日ピークを迎え、東京からふるさとへ向かう人たちで空の便や新幹線は朝から混雑が続いています。鉄道では東北新幹線や上越東海道新幹線の東京からの指定席はどれもほぼ満席です。自由席でも午前7時40分発の東北新幹線秋田行き小町3号で乗車率が 180% になったほか、東海道新幹線でも午前9時過ぎの博多行き光111号で乗車率が 110% になりました。一方、羽田空港を出発する飛行機の便も最終便など一部を除いてほぼ満席です。鹿児島や那覇行きには臨時便も5便出ています。また高速道路では関越自動車道が埼玉県の花園インターから一時56キロの渋滞になったほか、下り線で長い車の列ができました。この帰省ラッシュは明日も続いて、明後日からは今度は U ターンラッシュが始まります。では次です。昨夜9時ごろ、文京区小石川で会社社長がピストルで撃たれ殺害された事件で、警視庁は社長の周囲でトラブルがなかったかどうか調べを進めています。この事件は昨夜9時ごろ、文京区小石川に住むコンピューターシステム会社社長安俊夫さん57歳が自宅1階の駐車場に車を止めて家に入ろうとしたところ、ピストルで顔や胸などを3発撃たれ殺されたものです。これまでの調べによりますと、現場には安さんの財布などが入ったセカンドバッグが手つかずの状態で残されていたことが分かりました。また事件直後、年齢40歳から50歳ぐらいで茶色の半袖シャツを着た男が現場から走り去ったのが目撃されています。警視庁では安さんの周囲で何かトラブルがなかったか調べを進めるとともに、現場から逃げた男の行方を追っています。今日未明、品川区にある団地の敷地内で高校1年生の男子生徒が別れ話のもつれから少年2人を刃物で刺したとして、警視庁に殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは大田区に住む都立の定時制高校1年の17歳の少年です。少年は今日午前3時ごろ、交際していた都立高2年の女子生徒から呼び出され、話をしていたところ、持っていた刃物で女子生徒と一緒にいた美容師見習いの少年2人の胸や腹などを刺し重傷を負わせた疑いが持たれています。刺された少年2人は刺した少年と女子生徒の共通の友人で、この日は別れ話の立ち会いで来ていたということです。警視庁では詳しい動機などについて調べています。変わりまして、今日品川区八潮で都営バスの運転手がバスの走行中に意識不明になって死亡しました。
現場はちょうど上り坂で、バスはタイヤを縁石にこすって止まり、乗っていた乗客3人にけがはありませんでした。今日午前9時20分ごろ、都営バスの52歳の運転手が品川区八潮を走行中、突然意識不明に陥りました。バスは蛇行したものの、現場が大井南陸橋の上で上り坂だったため速度が落ち、タイヤを縁石にこすって止まりました。事故当時、バスには3人の乗客がいましたが、そのうちの1人がサイドブレーキを引いてバスを完全に停止させたということで、全員けがはありませんでした。運転手は病院に運ばれましたが、間もなく亡くなりました。東京都の交通局によりますと、亡くなった運転手は運転歴およそ30年のベテランで、持病もなく、春の健康診断では異常はなかったということで、現在警察で詳しい死因を調べています。では次です。オウム真理教の拠点施設のある足立区は、今日までに生活の実態がないと判断した信者の住民登録を抹消する方針を固め、近く施設への立ち入りなど本格的な実態調査に乗り出します。足立区にはオウム真理教の広報部などの拠点施設がありますが、区によりますと、現在住民登録している信者は十数箇所に推定でおよそ150人とみられています。先月足立区に発足したオウム真理教の対策本部では、昨日幹事会を開き、住民基本台帳法に基づいて施設を順次立ち入り調査する方針を固めました。調査の結果、実際に住んでいないと判断した場合は信者の住民登録を抹消し、最終的には区内からの退去を要請していくことにしています。この方針は来週17日に開かれる対策本部の会議で正式に決定されます。続いては福祉ビジネスに関してです。来年4月の介護保険導入をにらみ、福祉ビジネスに参入する企業が相次いでいますが、福祉関連事業の売上は増えているものの、収支面では赤字となるなど厳しい実態であることが東京都の調査で分かりました。この調査は今年1月、東京都が福祉用具の製造や流通、介護サービスなどを行っている全国の企業1000社に対して行ったものです。それによりますと、福祉関連事業の売上高が3年前に比べて増加したと答えた企業は 60% を超え、来年4月の介護保険導入を控え、福祉ビジネスの成長性が示されました。しかし一方で、収支面では赤字と答えた企業が 40% 以上と黒字の企業を上回ったほか、80% 以上が他の会社との競争が厳しくなったと答えており、売上の増加が収益の向上に結びついていない実態が浮き彫りになりました。調査を行った都の商工指導所では、利用者のニーズを的確に把握し、経営を効率化することが福祉ビジネスのポイントだとしています。石原知事の公約である羽田空港の国際化などを実現するために、東京都は今月16日付で航空政策を担当する部署を新たに設置することを決め、今日正式に発表しました。新しく作られる航空政策担当は都市計画局の中に設置され、今日の人事異動で発表された局長クラスを含む合わせて5人の組織として今月16日付で発足します。この部署では、石原知事の公約実現に向けて、羽田空港の国際化だけではなく、横田基地の軍民共同利用など、航空政策の課題に取り組んでいくことになります。続いて海外や全国のその他のニュースをヘッドラインでお伝えします。通信傍受法案を柱とする組織犯罪対策の3つの法案が、今日午後の参議院本会議で可決・成立しました。野党側は小渕総理の問責決議案などを次々に提出し、牛歩戦術を取って昨夜から徹夜で抵抗しましたが、自民・自由・公明3党に押し切られました。文部省の調査によりますと、昨年度中に学校を30日以上欠席した不登校の小中学生はおよそ12万7千人で、前の年度を 21% 上回りました。不登校は年々増えており、小学生は295人に1人、中学生では43人に1人の割合になっています。近代絵画の父セザンヌ、東京新聞などが主催するセザンヌ展は横浜美術館で9月11日から開催。みなとみらいでセザンヌが待っています。
お母さん、お米や麦の配合がベースなんだ。自然の恵みね。消化酵素に乳酸菌も。偉いんだ。私と一緒。胃に効く、腸に効く、強力若元。若元。夏の甲子園、夏の高校野球大会5日目の今日、西東京の日大三高は長崎日大と対戦し5対0で残念ながら敗れました。甲子園で取材に当たっている川端記者と電話がつながっています。では今日の様子聞いてみましょう。川端さん。はい、お伝えします。はい、序盤からリードされましたけれども、西大会の決勝でも後半に得点を重ねて甲子園の切符をつかんだだけに、終盤にチャンスが訪れた時にはアルプススタンドもやはりそういう展開を期待して大いに盛り上がりましたけれども、完封負けに終わってしまいました。それから試合後やはり涙を流す生徒たちの姿も見られましたけれども、まあ、次の学校にスタンドを明け渡さなきゃいけないということで考えに浸る間もなく球場を後にしなければいけなかったわけです。第3校の甲子園は、まあ、2時間ほどで終わってしまったということです。さて、野球部員たちなんですが、はい、試合直後はやはりかなり落ち込んでいたようなんですけれども、まあ、食事の後には笑い声も聞こえてくるようになったということで、現在は、もう帰りの準備に追われているようです。はい、日大三高の野球部員たちは、今夜一泊しまして明日の昼前こちらを立って東京に戻るということです。はい、はい、そしてもう一つの代表、城東高校はこれからの試合なんですが、いかがでしたでしょうか。はい、城東高校は今日は午前中に西宮市内の公園にある球場で練習をしまして、午後は、明日に向けて、まあ、ゆっくりしようということで宿舎で休養を取ったということです。まあ、東京の代表あと一つになってしまったわけで、まあ、頑張っていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、川端記者がお伝えしました。続いては東京アートのコーナーです。リゾート地として人気が高い沖縄、これまで映画の舞台としても数多く取り上げられてきました。今週の東京アートでは21日から渋谷で公開される最新の沖縄映画を取り上げます。街ぶりの面白さというか、そのもっとこうあれば街ぶりエクスタシーをこう抽出したいっていうふうな。島ぶくつるうや、やくんたたんいきが。89年に撮ったうんたまぎルーで国内外から高い評価を得た高峰剛監督。その高峰監督が9年ぶりに制作したのが無限琉球ツルヘンリーです。この映画は放浪の民謡歌手ツルが偶然手にした脚本から息子のヘンリーと一緒に映画化を企むという物語を軸に、美しい琉球民謡やさまざまな言葉が現実と非現実の境界を越えて絡み合い、町ぶいの世界へ誘うというものです。今の沖縄も持ち出たい世相だし、日本 も、まあ、世界的にも、もうでも町ぶりの世界になってしまってると思うんだけど、僕の映画もだからそういう町ぶり現象というのはあるんですよね。 I am not an American. I am not a Japanese. I may not be an Okinawan. 東京のもしくは中央の誰かが言った言葉を自分たちの言葉と思って勘違いをしていたりね。じゃあ沖縄人がもう沖縄人を演じるような状況になってしまったっていうのがあるんですね。心もそこでは違うと思ってるくせにね、言葉として出てくるときに、要するに対外的なそのなんていうの、言葉を発するときには東京の言葉で東京のイメージで自分たちを考えてしまうっていうような悪い癖があるんですよね。例えば政治のこととかね、基地のこととかですね、まあ、それからまあリゾートのこととかというふうに沖縄を代表するようなさまざまな要素を映画化していくっていうのが
普通だっていうふうに思われてるんだけど、そうじゃなくてやっぱりどこの年にでもあのフィクションが成立する要素というのはあるわけでね。そしてフィクションが成立しない文化っていうのは僕はまだ十分成熟してない証拠だと思いますよね。これまで沖縄は政治的な争いや商品化された自然というごく限られたイメージで語られるところでした。しかしこの沖縄町 V 映画は全くのフィクションでありながら、むしろ世紀末のカオスを端的に表しているのかもしれません。変わりまして、東京マーケット情報です。この時間は共同通信マーケットのスタジオから国内の金融最新動向をお伝えいたします。今日1日のマーケットの動きをお伝えします。東京株式市場は4日続けて続伸しています。日経平均株価は昨日の終値より211円81銭高い1万7422円97銭で今日の取引を終了しています。昨日ハイテク株などが買い戻されて4日ぶりに反発したニューヨーク市場の流れを受けて、東京市場も続伸して始まりました。輸出関連株などが買い進まれ、午後に入ってからも上げ幅を拡大し、終始堅調な推移が続いていましたが、大引けにかけて若干伸び悩みました。個別銘柄を見てみますと、昨日発表された99年第一四半期決算の減益率が予想を下回ったことが好感された本田技研が値を上げたほか、一部で共同開発が伝えられたソニーと日本ゼオンが買われました。本格的なお盆休みに入ったことから商いが一段と細っています。出来高はおよそ3億2300万株でした。富士証券の入江典子さんに伺います。今日は200円近く上がっておりますけれども、これが本格的に反発しているかどうかというのは、特にその出来高なんかを伴っていない分まだはっきりしないというふうに思います。特に8月の24日までにアメリカの方でそのインフレを示す指標というのが、小売売上高ですとか卸売物価指数、それから消費者物価指数と発表が相次ぎますので、その動向によりましてはまたアメリカの株が神経質な動きになると思います。そうしたことからその日本株もまたその、1万7500円を超えてあげるということは少し難しくなってくるんじゃないかと思います。東京外国為替市場の円相場を見てみましょう。1ドル115円台の後半で取引されています。債券相場です。新発10年もの国債の利回りは 1.825% となっています。以上マーケットニュースでした。続いて都内のその他の話題を短くお伝えいたします。ユニークな色や形の万華鏡を楽しんでもらおうという展示会が目黒美術館で開かれています。会場には世界の作家が作った24点の万華鏡が集まり、微妙な変化が作るイメージの世界へと誘っています。親子連れで楽しめる内容になっているこの展示会、来月19日まで開かれているということです。市の住宅で火事があり、焼け跡からこの家に住む75歳の女性とみられる焼死体が見つかりました。今日午前10時30分ごろ、小平市学園東町3丁目の無職笠井邦夫さん84歳の家から火が出ているのを通りがかった人が見つけました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、焼け跡から笠井さんの妻の貞さん75歳とみられる焼死体が見つかりました。ではおしまいに明日の予定をご覧いただきましょう。第145通常国会が明日閉会します。その他はご覧のような予定入っています。では今日のイブニング東京、この辺で失礼させていただきます。